近鉄5820系電車は近畿日本鉄道の保有する電車。5800系をベースに車体、走行機器を見直したシリーズ21の1系列で奈良専用は2000年に、大阪専用は2002年に登場し、2003年までに6両、編成7本が製造された。基本的な走行機器は先行して登場した3220系に準拠している。 制御装置は 1C4M 制御によるイベット素子の VVVF インバータ制御を採用したがシリーズ21では同じ系列で三菱電機製と日立製作所製が混在しており本系列では5825回と5852回が日立製インバータをそれ以外の編成は三菱製インバータを搭載している制装置は電気令式ブレーキだが 電磁直通ブレーキである従来車との連結を考慮して、ブレーキ読みえ装置が搭載されている。主電動機は三菱電気製メガバイト -5085A 型を採用し、歯車比は6.31へと再び大きくなった。SIV は三菱電気製 NCW140、空気圧縮機は HS-20 を搭載。 性能面では最高速度時速 105km 及び時速 110km を確保している。台車は全軸編押し踏みズラブレーキ式のボルスタレス台車で、電動車は k d 3 1 1系制御車、付属車は KD-311A 型を装着する。また、大阪線所属車の差5 5 5 0お及びも5 4 5 0系の貫通路部分には、 入れ替え用の簡易運転台と全消灯が設けられ、大阪側2両と宇治山田側4両で分割可能な構成としている。終電装置は M 車に一機ずつ搭載され、2017年4月時点では5822回、5823回、5852回が、下枠交差型を装備する他は、シングルアーム式を装備する。車体塗装は3220系にじて、 車体上部をアースブラウン、車体下部をクリスタルホワイトに、そしてサンフラワーイエロー体に配色されている。側面窓ガラスは車端部を除いて固定式となり5800系などにあった中央の縦さんはなくなっている。5800系と異なり L、C ーカーをイメージしたグラフィックロゴのカラーシールは先頭車前面のみ貼られ。 運転席後部と袋部とデュアルシートを設置した、倉庫には貼られていない。2018年4月現在、最大事件尺に6両編成5本を配置している。電算記号は DH。5800系及び9820系、1026系1026階から1029階と共通運用で、奈良線及び阪神電車直通列車を中心に運用されている。 基本的には、京都線、柏原線、天理線も含めた一体的な広域運用をしているため、京都線系等での運用もある。2018年4月現在、高安県尺に6両編成2本を配置している。電算記号は DF5800 系との共通運用とされ、運転距離や種別を問わず主に6両編成以上で運転する運用につくが、ラッシュ時は 他形式並結の8.1例両編成運用もある。2018年のダイヤ改正では、基本的には大阪線を大阪上本町駅飛ば線、島線飛ば駅での限定運用であるが、2020年3月のダイヤ変更までは、ダイヤ混乱時や団体運用時には名古屋線に入線することがあった。検査ダイソーは4両編成ロングシート車の2610。 経営に二両編成車を並結した六両編成で行う。座席運用については、クロスシート運用とロングシート運用が混在しており、奈良線では種別を問わず換算時が、クロスシート運用で混雑時が、ロングシート運用、京都線、柏原線、天理線では全列車が、大阪線では換算時に、青山峠越えを伴う急行運用が入る。 運用を除き終日ロングシートで運用される。デュアルシートは5800系同様、扉間に2人がけ3列のクロスシート、または6人掛けのロングシートとなるよう配置されているが、車内全体の配色は、他のシリーズ21車両に合わせて、仕様変更されている。シートモケットの色は赤系統に変更されており、ヘッドレストの色も車体色に合わせた、アースブラウンとしている。 また車端部の固定ロングシートは3220系などと同一とされたが一人掛け優先座席、楽々、コーナーは、デュアルシート部分には用意されず、車端部のロングシート部分のみに用意されている。化粧板と釣り革、仕切り壁は5800系と同一仕様であるが、床敷物は5800系よりも明るく仕上げられている。 全体的にグレートーンでまとめられた内装と赤系の座席や大型の固定窓と相まってより質の高い開放感と高級感の漂う車内空間となっている。このほか、車内案内表示器を出入り工場部に正面を向いて左右交互になるように設置している。大阪線所属の区5750系及び差5550型を連結した編成には、 車椅子対応の様式トイレが設置されている。従来のトイレ装備車とは異なり、トイレ前の区画は車椅子スペースとし、座席を設置していない。クロスシート時ロングシート時車端部のロングシート車端部の車椅子スペース近鉄5820軽電車の車内案内表示器なら先所属車については2006年から2007年にかけて、 阪神直通運転対応工事及び、区5320型に、貫通ホロウケ台座と、戦闘連結部への注意喚起スピーカー取り付け工事が行われた。2009年3月に、奈良線所属者の2012年に、大阪線所属者の LCE マークが撤去されている。注釈出手展。ありがとうございます。